はい、では行きましょう。では、山本さんとはやぶさ富士さんから行きましょう。はい。さあ、山本さんとはやぶさ富士さん、はい。さあ、では、準備ができました。見てまいりましょう。決勝トーナメント8名、14名がまず8名まで削られました。さあ、決勝トーナメント1ピガーは山本のジョー、2ピガーははやぶさ富士テリー。さあ、ジョー対テリー。さあ、初代画廊伝説対決ですね。さあ、まずはスライディングタイプ。さあ、東が、上東1ラウンド。さあ、2ラウンド目。さあ、さあ、ハリガンパー。いけ、前に出る。おっと、さあ固める。さあ小技で固めながらミドルを刺して、あと最後クラッキックが潰されてしまう。さあ勝ったのは山田城。さあどんどん見ていきましょう。第2試合、さあスポンプ対孔明いきましょう。さあ見ていきましょう。でかいでかいぞ、どっちも。さあ、では見てまいりましょう。準々決勝第2試合、1ピガーはアクセルホーグ、そして2ピガーはビッグベア。さあ、孔明アクセル対3ベアですね。さあ、プロレス対ボクシング、そして感電して大事。ドキル吐いて、おっと最後飛び替え通って、まずはアクセルから。飛びを刺して、下段を刺してすごい、あのバックステする時のあの身軽な感じすごい身軽ですよね、バックステが。さあ、しかし、さあ、下パンをうまく刺していく。さあ、アッパータイク。ペアどうする、キルはガード、あとさあこの微妙な前の取り合い、アッパータイクまだ残ってる。さあどうだ、ガード、さあ時間がない。さあ勝ったのはアクセル。懐かしい、この屏風が懐かしいですね。さあ見ていきましょう。準々決勝第3試合、ワンピアがヘナの、マイ、そして対するツーピアがソレスギース。さあレップ剣で押すんだが、体力が前がリード。あとこれはさあ最後上げだ。さあ2本目、さあまずは飛びを通していく、そして投げ、場によってリュウエンブ。
さあラインを変えて、これもある、あーた、これはめぐり、さあ一気に決まる、勝ったな、マイ。このゲーム早い時はすごい早いですね。さあヘナさんの勝利。さあでは第4試合、ネオジローさんと、カネミスさんですね。さあ出てくるのはローレンス、そしてチンシンさん。さあ見てまいりましょう。準々決勝第4試合はピュアが、カネミソチン、そして対するピュアがネオジロー、ローレンス。さあ、かなりリーチが長いですね、ローレンス。さあ、一気に前に出る。さあ、突っ込んで、これは投げて切り返す。さあ、最後は抑えて、まず、チンが1ラウンド。2ハンド目さあ前に出る、スターティング、さあシェグ、けど差し合い、まだ残ってる。さあどっち、どっと勝負、これはガーッと、さあローレンス取り返せ、3ラウンド目。さあ3ラウンド目、さあこれは裏に回って、ゲラン、さあ押していく、さあ後がないシーン、どうする、あっと最後は相打ち、勝ったのはローレンス。さあこれでローレンス、マイ、アクセル、ジョーと残りました。さあ行きましょう、山本さんと孔明さん。さあでは見てまいりましょう。準決勝第1試合、1ピガーが山本、ジョー、2ピガーが、孔明、アクセル。ああ感電して、最後はさあアッパータイク、ああいう技があると強いですよね、こういうゲームはね。さあ一本通ったのはアクセル。さあ飛びが通る、さあこれは返して、ここまではゴムの差し合い、さあ対空がしっかりしている、さあこ
ードはどうだ、押し切る、勝ったのはアクセル。さあ孔明の勝利。さあでは行きましょう、ヘナさんとネオジローさん、ヘナさんとネオジローさん。さあ見てみましょう、準決勝第2試合。さあバンピガーが、ヘナアットマーク R9 の前、そして対するスーピガーが、ネオジロロレス。そう UM で潰せ。まず1本取ったのはヘナ、2ラウンド目。さあこれは、さあ一気に前に出るが、さあ課長戦を下げながら、さあ予想がローレンス、さあ残り時間だけがなくなっていく。さあ体力は、さあどっちだ、下段が通る。さあ前に出る、あと飛びが通ってしまう。さあローレンス取り返して3ラウンド目。さあローレンスが追い込むがどうだ、まだ分からないぞ。さあ前に出る、取ったのは前の投げ。さあヘナの勝利。さあじゃあ、3位決定戦をやりましょう、ヤマトさんと、ネオジロさんで3位決定戦やりましょう。さあ見てみましょう、ワンピガーがヤマトジョー、ツーピガーがネオジロローレンス。さあ下段からスライディングまで、さあ一気に乗り込むが、あと飛びが去る。さあどうなる、さあ一本取ったなローレンス、2ラウンド目。さあハリケーンハッパーはさあドルで潰していく。さあ一気に体力がなくなる。さあ調度する、しかし最後さあミドルを刺してローレンスの勝利。さあというわけで、ネオジローさんが3位、ヤマトさんが4位となります。さあそれでは決勝いきましょう、孔明さんとヘナさん再戦となりますが、はい頑張ってください。
さあ見てまいりましょう。本日はガロー伝説スペシャル大会決勝、ワンピガーがヘナアットワーク R9 の前、そして対するツーピガーがコーメンアクセル。さあ予選の再戦となります。さあ課長戦をうまく避けながら、さあ前に追い込んでいく。そしてあの下パンが刺すのがすごい上手いですよね。さあアクセル、トビアガード、さあアクセルが少しずつさあ追い込んでいく、避けながら、さあこれはタイムオーバー。では差し合い、そしてさあ課長戦が、さあ酒パンにさあ絡まれていくが、さあ追い込んでいく画面端、さあこれはさあ一気に形勢逆転、さあリエンブは取らず、あとテカパー、さあどうなる、前によるこれは取らず、ということで優勝は孔明アクセルとなります。おめでとうございます。